私、嫌がらせを受けてて、さっきもランドセルを4階から落とされたんです。嫌がらせを受ける方が悪いのよ。一体どうなっているのですか？お宅のアミちゃんは障害児でしょ。嫌がらせを受けるのは当たり前ですよね。は何か問題でも？どうせこの学校には障害児の居場所なんてない。素直に転校した方が娘さんのためなのでは。私はアスナ、発達障害を持つ小学4年生の娘のアミがいる。ある日アミがボロボロのランドセルを背負い泣きながら帰ってきた。ママ、ママ。アミ、一体どうしたの？あのね、アミの口から語られた出来事は信じられないものだった。消すよ、障害児。やめて。ヒューン、どさ。アミのランドセルが。クラスの男子が突然アミのランドセルを4階から落とした。さて、このトロい障害女は何分であのランドセルを取りに行けるでしょうか？トロすぎるから1時間はかかるんじゃねえの？キャハハハ、間違いねえわ。ひどい、なんでこんなことするの？なんでって、キモいからに決まってんだろ。てかお前キモいから消えろよ。人に迷惑しかかけられない分際で生きてる意味ねえだろ。アミが泣きながらランドセルを取りに行った。するとちょうど担任の先生と会った。先生。はあ、何よクソガキ、話しかけないでくれるかしら。私、嫌がらせを受けてて、さっきもランドセルを4階から落とされたんです。嫌がらせは受ける方が悪いのよ。嫌なら転校したら？その方がこっちとしても助かるわ。え？あ、ランドセル？今頃ボロボロでしょうね。私、あんたのランドセルにコーヒー飲ませてあげたから、安い後っぽくなったわよ。欠陥品のあんたにお似合いって感じね。うるさいわね。空気が汚れる前にさっさと帰りなさい。っていうことがあって、今までよく頑張ったわね。気づけなくてごめんね、アミ。私はアミを強く抱きしめた。ママ。最近なんだか暗い表情をしていたけど、ちゃんと聞いておけばよかったわ。それにしても、なんてひどい教師なの。私はすぐに学校に赴いた。娘が学校で嫌がらせを受けています。生徒だけでなく先生からも。一体どうなっているのですか？お宅のアミちゃんは障害児でしょ。嫌がらせを受けるのは当たり前ですよね。はいや、校長先生のおっしゃる通りだ。この学校に障害児なんて連れてきやがって。人間なんですから人権はあるでしょ。いや、ないでしょ。そんな今でしょみたいに言われても。だいたいね、障害児を生んだアスナさん、あなたが悪いんでしょ。そんなに私たちに八つ当たりされても困るんですよ。校長のおっしゃる通り。ママのこと悪く言わないでよ。アミは泣きながら叫んだ。そんなアミを見て私も泣きそうになってしまった。え、泣くの？メンタル弱。というか、いつまでもここにいられちゃ困るから転校してください。実はもう転校の手続きは終わってるんですよね。はぁ、勝手に転校の手続きを済ませたんですか？何か問題でも？どうせこの学校には障害児の居場所なんてない。素直に転校した方が娘さんのためなのでは。アミ、行こう。私たちは学校を出た。ママ、ごめんね。ん？何が？こんな体に生まれてきちゃって。あの奴らが言ってたことなんて気にしないでいいのよ。アミが生まれてきてくれて私は嬉しかったのよ。ママ。どうせこんな学校にアミを通わせてはおけない。それにしても勝手に転校手続きを済ませるなんてどうかしているわ。こうしてアミは転校することになった。数週間後。はい、今日は新しいお友達が来たぞ。はじめまして。アミって言います。発達障害を持ってます。アミちゃんかわいい、仲良くしよう。私とも仲良くして。女子ばっかずるいぞ。俺ともよろしくな。うん。この子は人見知りなのかな。それにしても少し様子がおかしいが。
アミ、大丈夫か？ビクビクしながらうつむくアミに、ミサが手を伸ばすと、アミは前の学校のトラウマからミサにビクついてしまった。これは、ごめんなさい。なあ、アミ、もしかして前の学校で嫌がらせを受けてたんじゃないか？はあ？そんなことするやついんのかよ。障害者だから迷惑だって。は？クズすぎ。指一本一本折ってやりたい。いや怖い怖い。この学校にはそんなこと言うやついないから安心しな。すぐには難しいかもだけど、ゆっくり仲良くなっていこうな。ありがとうございます。アミちゃん、移動教室一緒に行こう。私も。アミちゃん、この本もおすすめだよ。ありがとう。これもおすすめだぜ。ハルト君もありがとう。ドキ、恋しちゃったって顔してるね。ふむ、簡単には許さんぞい。いや、誰やねん。みんなアミを気にかけ、アミは転校先でどんどん打ち解けていった。そろそろ学校には慣れたか？ミサ先生、ありがとう。何かあればすぐに先生に言いなよ。腕には自信があるからな。先生怒ったら般若だもんな。お？女にそんなこと言ってたら嫌われるぞ。誰にとは言わねえけど。はっ、ちょ、先生うるさい。アミはミサ先生とクラスメイトのおかげですっかり他人に対して恐怖を感じなくなっていた。ママ、ただいま。お帰りなさい、アミ。ねえねえ、公園に遊びに行っていい？友達に誘われたの。もちろんいいわよ。遅くならないようにね。何して遊ぶの？砂でウェディングケーキ作るの。砂でウェディングケーキ、私も昔作ったわね。楽しんできなさいね。行ってらっしゃい。ふん、行ってきます。すっかり元気になってくれたわね。ミサ先生に感謝だわ。アミが楽しい毎日を送る中、家庭訪問でミサ先生がやってきた。調子はどうだ？アミは毎日楽しそうです。ミサ先生のおかげです。本当に感謝しています。教師として当たり前のことをしているだけだよ。ところで、アミちゃんが前の学校でどんな嫌がらせを受けていたのか聞いてもいいか？はい。私は前の学校での出来事をミサに話した。ひどい学校だな。教師まで嫌がらせに加担するとは。頭を壁にリズミカルに打ちつけてやりて。先生、だいぶバイオレンスですね。てか、校長や教頭は何してんだよ。校長や教頭も元担任の味方で、勝手に転校手続きまでされていたんです。ありえねえな、その学校。どこの学校で担任はなんてやつだ？鬼山小学校というところで、担任は東雲先生でした。鬼山小学校の東雲？え、知り合いですか？ああ、大学時代の同級生だ。あいつ、昔からかなり問題発言をするクズだったんだ。障害者に人権はいらないとか、嫌がらせは受ける方が悪いとか。昔からそうだったんですね。教師になってからもそんなこと言い続けてたとは。許せねえな。もし会ったらボコボコにしてやる。翌日、地元では雑学王大会の地域予選が開催されていた。その場で参加できる形式の大会で、多くの人が集まっていた。さあ、今日は年に1回、みんな大好き雑学王大会だ。知識に自信があるそこの皆さん、ぜひともご参加ください。ママ、これ参加してみていい？もちろんよ。アミは物知りだものね。行ってくるね。あ、アミ参加するのか？アミちゃん出るんだ。みんなで応援だね。だな。一方、少し離れた場所には鬼山小学校の先生や生徒たちも来ていた。あのトロイアホ障害児、大会に出るんですって。自分の脳みそのサイズ分かってるのかしら。ああ、バカだからバカであることすら自覚できないのね。キャハハ、先生最高。ちょっと俺、参加してあの障害児バカにしてくるわ。それいいな。さすが、ナイスアイデアね。そして大会が始まり、それでは参加者が集まったので大会スタートです。まずは A ブロックの方から。お、早速アミの番じゃねえか。てーれん、問題。飛行機の機長と副機長はフライト前に同じ食事は食べませんが、それはなぜでしょう？ピンポン。はい、どうぞアミさん。二人同時に食中毒にかかるリスクを避けるためです。正解。アミは知らないことを突き詰めて調べることが好きなので、雑学にとても強いのだ。
こんな感じでアミの無双モードだった。どうせズルしてるだけでしょ。みんな騙されてかわいそうね。俺が障害児のズルを暴いてやるよ先生。そうね。アミは勝ち抜き、続いて鬼山学校の生徒との対戦になった。さて、早い者勝ちで回答権が得られます。うちの生徒が障害児に負けるわけないじゃない。うわ、やっぱあいつだったか。何あの感じ、嫌だな。アミ大丈夫かしら。さて、それでは行きますよ。てーれん、問題。エベレストの山頂では水は何度で沸騰する？ピンポン、71度です。正解。てめてめでる。ではコアラが長時間寝る理由は？ピンポン、ユーカリの葉の解毒にたくさんのエネルギーを使うから。正解。先生やばくね。なんなの。アミは次々と正解を重ね。はい、というわけで0対10でアミちゃんの勝ちだ。完膚なきまでに叩きのめしましたね。アミは鬼山学校の生徒に圧勝した。その後もアミは次々と勝ち抜き、優勝はアミちゃん。おめでとうございます。なんと初参加で優勝という快挙です。パチパチパチ。すげえな。かっこいい。これがギャップ萌え。何言ってんだ。アミは雑学王の地域大会で優勝した。すると東雲がアミに近づき、アミちゃん、ちょっと来て。え、お前のこと見直したから渡したいもんがあるんだよ。そうなの。わかった。私が見ていないうちに東雲たちがアミを人気のないところに連れて行った。あの渡したいものって？そんなのあるわけないでしょ。え、お前さ、ズルしただろ。ズルなんてしてない。あら、ずいぶん強気になったものね。ほんと生意気。つうか、障害者は健常者に気を使って負けるべきだろ。調子に乗んなよな。主犯格がアミの持っている優勝トロフィーを奪った。あ、返して。いや、ナイス。そのまま殴っちゃいなさい。うら、痛い。ほら、起きろよ。痛い、やめて。やめて。マジ面白いわね。助けて。ママ。いや、障害児決め。助けて、ママ。だってさ、マネ、ママ。死なな。遠くでアミが嫌がらせされていることに気づいたミサが急いで駆けつけて東雲をぶっ飛ばした。えってーなーって。ミサ、なんでここに。あー、食いしばりやボケが。ボン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 。いやー、見えないように遠くで障害児いびりしてたのに、なんでバレたんだ。私の視力は 3.0 じゃボケが。うわ、バケモン。バケモンはてめえの方だろうが、クズ野郎。よくも私の生徒に手出してくれたな。あ？は？生徒？そうだよ、アミは私の可愛い可愛い生徒だよ。可愛い？あいつは障害児だぞ。相変わらず少年の腐った野郎だな。しかもズルをする障害児だ。は？バカじゃねえの？どんな問題が出るかわからねえのにズルなんてできるわけねえだろ。いや、絶対にズルだ。障害児が健常者に勝てるはずない。あ、何を根拠にそんなクソ理論垂れてんだよ、ゴミ野郎。障害児ってだけでゴミなのに、ズルまでするんだから、ゴミ以下のゴミゴミ社会不適合者。やかましいんじゃ、生物不適合者の偏見負け惜しみ、ボンクラババアが。この脳みそはどうなってるんですか。オラオラ、どうなってんだよ、クソが。ボン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 。ギャー、やめろ、金髪暴力女、話せって。握力強。罪人逃がすほど握力腐っちゃいねえんだよ、ボケが。てめえらの知識不足でアミに負けたってのに、何八つ当たりしてんだ。あ、障害者のくせに健常者に堂々と勝ってイラついたんだよ。障害者は健常者に気を使って生きるべきだ。はあ、てめえそれ本気で言ってんのか。障害者に人権なんてないんだよ。あと、障害児を産んだ母親も人権なし。腐ってんな。まだやられたりねえのか。私は世のため人のため、障害者ども嫌がらせしてるのよ。どいつもこいつも頭が弱いわね。バカはてめえだろうが、妖怪差別勘違い野郎。
人に嫌がらせしていい正当な理由なんて世の中にねえんだよ。私はいずれ首相になって障害者の人権を撤廃するのよ。これはそのための慈善活動なの。てめえに何を言っても無駄だってことだけは分かったわ。差別用語しか出てこねえこんな口はいらねえな。吹っ飛ばしてやら、いい音奏でるや、おら。ボンボンボン、ボンボンボン、うぎゃー。離せこの金髪クソ暴力女。誰が暴力女だ、プロ顔面ドラマーって呼べよクソが。アミに謝るまで続けるぞ、グラ。健常者が障害児に頭を下げるなんてありえない。私は絶対に謝らない。おら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 。ボンボンボン、ボンボンボン、うぎゃー。やめろー。ごっくり逃げよ。おいおい、どこに行くんだい。遊んでこうぜベイベー。キャラどうしたの。なんだよ、てめえだけ逃げられると思うなよ。はっ、俺は何もしてない。うぎゃ、ガキだからって許されると思ってんのか。やっていいことと悪いことの区別ぐらいつく年だよな。話せよクソが。アミちゃんによくも手出しやがったな、クソガキャ。いや、ほんとお前らマジでキャラどうした。はぁ、お前らあんな障害児といんのかよ。頭おかしいな。優しい俺がアドバイスしてやるよ。障害児なんかストレス発散のサンドバッグにした方が。おめえをサンドバッグにしてやる。ボーン、うわー、クソ野郎だな。おい、てめえは絶対許さねえ。今からボッコボコにしてやるからな。はぁ、食いしばれや。いや、お前も性格変わってんじゃん。あら、こいつはさ、ね。ああ、刺した。なんでこんなことにならなきゃいけないのよ。くそ、逃げるな罪人。アーミー、全部お前のせいだ。キャー、ガチャ。は、はい、現行犯で逮捕やけんな。なんで私が逮捕されるの。もう、とりあえずこの女が障害者を差別する教師失格下道モンスターであることは分かったっちゃ。すごい、まだ何も言ってないのにそこまで分かるなんて、どんな察知能力。こげん逮捕しとうと、どういうタイプのドキュンかもう分かっちゃうんですよ。へー、ちゅうわけで署までご同行。待って、私の話を聞け。私は悪くないんだ。いが、署までご同行。悪いのはこの障害児なんだ。ズルをして私らを貶めようと。また、あー、鈴木さんが倒れちゃったじゃないですか。おい、てめえのせいだぞ、しののめ。はあ、私は何もしてない。てめえが言い訳してるから悪いんだよ。さっさと豚箱行けや、クズ。だから私は。はいはい、話は署で聞いてあげるから、さっさと署までご同行。いやら、私は汚ねえ刑務所になんか行きたくねえ。あー、もうミサさん、ハードロックな音楽バンバン奏でちゃってください。あいあいさー。おら、わかったわかった、顔面ドラムはもうゴリゴリだ。こうして篠の目は逮捕された。鈴木警察官は救急車で運ばれた。後日、私たちは鈴木警察官のお見舞いに行き、病院を出て話しながら帰っていった。皆さん、アミを守ってくれてありがとうございました。ありがとう、みんな。いいってことよ。ハルトも主犯格ボッコボコにしてたよね。ハルトくん、ありがとう。おう、当たり前だ。なんかあったら頼れよな。うん、ニヤ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 。なんだよ。そういえば、鬼山学校はどうなったんですか。ああ、今回の件で鬼山学校が今まで何人もの障害者に暴言、暴行を浴びさせて転校させてたことが分かってな。あ、ニュースで話題になってましたね。そうそう、結局クレームが殺到して学校運営できなくなったってさ。ざまあねえな。あの篠の目って女とクソ男子はどうなったの。暴行罪に名誉毀損、その他いろいろな罪で逮捕されたってよ。実家や夫からも縁を切られて牢獄で生活しているよ。主犯格の方はその他にアミちゃんに嫌がらせをしていた奴らと一緒に少年院行きだってよ。厳しくしごかれてるらしいぜ。なら安心だな。ん、なんかあったらハルトがアミちゃんを守るんでしょ。まあな。てかやめろ、そのニヤニヤ顔。嬉しいな。え、
それってどういう…我が娘ながらやるわね。こりゃなかなかやり手になりそうだ。転校してアミが笑顔を取り戻せて本当によかった。